うわ、マジで早い。これも最高だぜ、これ。メガロ。メガロすげえいい。はい、では、KT ラボゲームでようこそ、アークジェニス戦やっていきたいと思います。ちょっと待ってくれ。やばい。おい、ちょっと誰だ、俺の。俺の顔、ちょっと背中に落書きされてる。今日頭なんか赤くなってるよ、これ。おちょっと誰か染めた、俺の髪。ちょっと。不用意に寝ると危険です。皆さん気をつけましょう、オンラインは。それでは本日は、拠点候補地と、あとはね、相棒のね、強めの恐竜をね、テーマしていきたいと思ってます。今ね、このバリオとか、このうんちきとかしかいないんですよ。あ、これファミチキの相棒の、ふんころがしのうんちきです。あ、一応ね、ちなみにね、リア充をクリスマスから壊滅させる会理事の、メガロケルスもいるんで、皆さんよろしくお願いします。今のところね、僕のテーマした恐竜こんな感じなんですよ。マジやりたい放題。てか俺このスキン持ってないんだけど、誰これ持ってきたの。何これ、もうなんか魚肉バーガーってあるぞこれ。だ、汚ねえ、なんか色がちょっと焦げてるってこれ。これサブウェイでミスったやつだよ絶対これ。でもこれあれでしょ、カスタムレシピだからめちゃくちゃ強いやつでしょ。ラッキー、ありがとう。誰なのか知らないけど、なんかいつまでかさ、これこれ大丈夫かな、これこれ著作権的に大丈夫かな、これもうなんかこれ誰、タロさんだっけ、これこれ書いてたんだけど、これ僕ドラえもんだって。やべえ、今日もやりたい放題されております。今日はね、ちょっとね、雪山に本拠点をね作りたいなって思ってるから、雪山をちょっとね探索を最初していきたいなって思ってるんですよ。でこの間ね、めっちゃ落ちまくったんだけど、会社に連絡してなんかめっちゃ落ちるんですけどって言ったら、なんか対応してくれてね、そしたらね、しっかりいい感じになったので、これはもう行くしかないだろうっていうことで今日はやっております。はっ、早い、クリスマス。クリスマスもう来たの。おちょっと一日早いんだけど、みんなクリスマス殺すまん。やばい、うちのトライブクリスマス抹殺する気しかねえぞ。よし、今日もとりあえず冒険に出る前にみんなにいたずらをしていきたいと思います。なんかドクトリさんが寝てる。お、ドクトリさんが寝てるぞ。お、ドクトリさんが寝てるぞ。お、なに、あ、あ、あ、お、血抜いとこうぜ、血。血抜いとこうぜ。よし。これさ、持てんの？あ、これ持てないんだ、寝てたら。なるほどね。俺もなんかみんなにいたずらしたい。タタさんいるかな？てか、タタさんちめっちゃ開発されてる。お、このアンキラめっちゃかっけえ。マジかよ。冷蔵庫に住み始めたや、300年。うん、うん、うん。あおり、あおり運転による免許、免停中だって。あれ、てか、タタさんどこいんの？ちょっといたずらしようと思ったんだけど。あ、いった。いましたよ。おい、これちょっとどうしよう。あ、コンボある、これ。ちょっとコンボ借りようぜ。コンボ借りようぜ。コンボ。気絶値上がってる。あ、寝てたらベッドの上じゃなきゃ持てる。あ、じゃあ今の持てんじゃね？ちょっと待って、タタさん持てるぞ。お、これ持てるぞ、これ。うわ、あ、おい、ちょっとなんかどっか捨てようぜ。これさ、本人が知らないとこにポイしとこうぜ。はい、オッケー、よし、じゃあ行こうぜ。マルチプレイマジ楽しい、これ。本当はショットガンがあればね、一発ちょっと頭に打ち込んでみたいと。あ、これは良くないね。あ、あ、マスヤク、クソが、おい、マスヤク、お前クソ、やばいやばい。あ、クソ、ごめんなさい、ごめんなさい、後ろ危ない、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 バカお前、俺の泣けなしのマスヤクやめとけってお前マジで。ビヨーン、わ、すごいこれ、めっちゃ映えるよこれ。あ、この城のメガロかっけ。よし、今日どこがいいかな。でもね、俺雪山がいいなと思ってるんだよね、本拠点は。な、今回はね、結構みんなと話したんだけど、一個、全員の本拠点を一個作って、で、おのおのね、好きなところに、まあ、沼地でも雪山でも何でもいいんだけど、各ね、別荘みたいな自分家を作ってもいいんじゃないかなっていうね、話になってるんですよ。あ、50巻。うち、基本的には130前後じゃない、テームしないっていうか、うん。
グッチとかエルメス以外もうなんかそういうの買わないみたいな感じなの。危ない危ない。こいつさあれなんだよね、落下の体勢持ってないから危ないんだよね、やらかすと。俺さ、カワウソそういえばさ、前回のさ、ローカルでさ、ボスまで行ってジェネシス戦の時にさ、テイムしてない気がするんだよね。やばい、上から秋竹じゃ降ってきた。あ、でもここら辺ここら辺良くない？いや、いいよね。ここいい。ここ良くない？ここよ、俺結構。わあ！おい、ちょっと待って、ここ！あ、やばい、崖崩れ！崖崩れ対象エリアだった、ここ。あー、ここでも悪く。あ、やばい、ダウノ来てる。先輩、ダウノ、竹、秋さん、秋竹城さん、ダウノ来てます。秋先輩、お願いします。心強すぎる。あ、ちなみに、秋竹城って、このメガテリの名前です。秋竹城、心強すぎる。第一条件は、僕の独断と偏見で、綺麗なとこ。あ、足元が弱い、この、このメガロ。あ、地形にはまるザコリ。秋竹城、羨ましい、はまるないから。ちっくしょう。あ、やばいやばい、言っていた、危ない危ない。ロックオンされてない。オッケー、あ、されてる。オーマイガー、逃げろ逃げろ。お、アキさん、UT が来てます、レベル90です。あ、やばい、あ、メールが聞かない、メールは聞かない。あ、よく考えたら、UT ラネスも足元雑魚じゃん。おい、ビビらせんなよ、お前。一段の壁も越えれない大型恐竜、オリュー。あ、やばい、これは。これやばいね。これ、逃げよう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 。そうそうだ、メガテリマ食らうんだ。危ない、危ない。はははは。秋竹城強え。戻ってきたら倒してた。秋さん強すぎ。やっぱりさっきのところあたりがいいけど、土地が狭いよね。あの、雪崩さ、建造物にさ、ダメージいくからさ、壊れちゃうのがちょっとね、ネックだよね。あー、ほら、こう食らっちゃってるもんね。あー、いた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 、あかん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 、はっ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 、やばいやばい、ホワイトアウトホワイトアウトホワイトアウト。どうしよう、ここいいけど、もうちょっとプラン B 探しますか。一応これは候補地として、次のプラン B を考えた方がいいかもしんないっすね。あー、なんか、うわー！秋さん！秋さん、助けてください！さっきテレポートしたのか、NW で、逆にサウスとかにしてみる？あ、やばい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 。テリジョンいる、テリジョンいる、テリジョンいる。あぶね。ちょっとこっち側は危険だからさ、バリオで行くわ。あ、ねえ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 、カズオさんも言ってるもん。そこ良さそうっすよね。なんかこっち下にさ、降りてくるように走、なんか何でもいいけど階段とか作って、おお、びっくりした。あ、痛い。あ、ちょっとちょっと、あーあーああああ、ちょっとちょっと、すいません、自然の力には無力。ああ、にゃー、気合い。アルピニスト KTR はめげません。よし、あら、あ、ここ良くないっすか。で、下、恐竜置き場とかにします？これ、あ、でもこれ斜面か。まあでも柱立てれば、平らな建築はいけそう。ちょっと細いけど。この辺細いけど。柱立てればなんかね、いけそうな気もしなくもないですね。先にこれ下立てて、あ、鉄鉱石とかある。俺が立てるとは言っていない。僕に立てさせてもいいんですけど、ただ一個皆さん思い出してください。僕のエアコンについて。建築技能がよくわかるね、動画あるので。あ、今のメソピテクスの鳴き声のモノマネじゃありません。危機を感じた時の KTR のものの、鳴き声です。ここら辺、あ、いいじゃない、いいじゃない。いいじゃ、あ、いいですね、いいですね。あ、じゃ構想としては3階建てとかにします？なんかわかんないけど。わかんないけど。そしたら、メイン拠点は居住区と恐竜置き場って、なんか一括にします。集合住宅にします、集合住宅。居住区はここで、恐竜置き場そこで、作業場そっちみたいな。テラスハウスだ！おい、テラスハウスだって！マジかよ！
あいつ来ますよ、あいつ。あの、なんかあの、ハーフのあいつ。トリンドル待ってるよ、いつでも。コラボしよう、トリンドル。テラスハウス作るから。じゃあ、俺、トリンドルやります。おい、すげえ。金髪アフロがトリンドルやるって、ムッキムキの。ねえ、夜の寒さやばいっすね。あ、やーべえ、タタさん、あ、誰だか、ドクトリさんからだっけ。血抜くだけ抜いてさ、冷蔵庫入れるの忘れて1個すでに腐ってる。やーべえ、秘密にしとこう。コメント欄で名前を見かけたが秘密にしとこう。でもここいいね、ここ。ちょっと。なんかさ、やっぱ居住区はさ、みんな一緒にしてた方がさ、絶対いたずらしやすいじゃん。え？ねえ。あの、旗作ってくれたのも和夫さんなんだよね。現場監督、和夫さんでいきますか。建築の。川5万くれれば。よーし、とりあえず沼地の生物を壊滅させてこよう。リボ払いでいきましょう、リボ払いで、太郎さんの。クレジット一括かっけえ。カードで。大人だー。支払い方が大人だったー。あ、ゴリラ。15。あー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 、後ろにいたユディが。焦った、マジで。焦った、マジで。焦った、マジで。やばい、デリジョンに一発かけられた。まずい。あ、やばい、終わった、終わった。ああ、逃げろ、お前だけは逃げてくれ、お前だけは逃げろ。